2020年1月10日金曜日、公開用の投資戦略アップデートです。今回は1、12月の収益冴えないが2019年は勝利、2、スレイマニ司令官暗殺でも戦争にはならず、3、売ると踏まれるドットコムバブル。こんな感じです。はい、まず先月のパフォーマンスがね出ましたんで、その件についてやろうと思います。まずこれですね、まず永久保有はプラス1.35、グローバルマクロはマイナスの 8.21、 個別銘柄マイナスの 6.13 ということで、まあ総じてひどい目にあってしまいました。で、まあ永久保有については、配当込みだとねちょっと負けてしまって、配当なしだとかろうじて勝ってるんですけれども、まあ配当込みだとちょっと負けてるような状態です。ただまあおおむね好調でして、ちょっと2019年をね通じた年間のパフォーマンスだと、24.47、 これ結構いいですよね。で生活必需品も 26.50 ですから、まあその差約 1% でなんとか勝ち切ったという感じですね。まあ去年も一昨年も勝ってるんで、ね、たとえわずかでもプラスっていうのは良かったなというふうに思います。累積だとこんな感じ、じりじりとねこう差が開いていいなという感じですね。それから、グローバルマクロと個別銘柄はこれはもう、新興国を売ってですねアメリカ株を買っていたので、もう、逆流もろにやられました。それから上げ相場の中でベータを中立にしたりしてね、まあそれによっても、かなりマイナスが、深くなったというところがありますね。まあ本当にワールドとかに比べるとグローバルマクロが10倍以上やられてるわけですけれども、まあ通年ではなんとか勝ち切りましたね。もうこれもギリギリ薄氷の勝利なんですけれども、27.32 に対して、まあベンチマークに対してですね、 MSCI ワールドの円括弧配当込みに対してプラス 0.03 上回ってます。で、もう本当偶然なんですけれども、個別銘柄も同じですね、28.06 ですから、まあ 1% いかないぐらいなんとか勝ってるというような状況ですね。まあ両者ともこうちょっとね指数に対しては劣後しているんですけれども、まあ焦ることが一気に取り返そうっていうのはそれは無理な話なんですけれども、やっぱり毎月毎月ね、ベンチマークに、量ができるようにやっていきたいというふうに思っています。で、まあ年末年始、まあ日本の休み長かったんですけれども、何がびっくりしたかっていうと、イラン革命防衛隊のスレイマニ司令官がアメリカのね、アメリカ軍のドローンで爆殺されたっていうのが一番大きな事件だったかなというふうに思います。それでもう本当にね、第3次世界大戦だっていう人もいて、私そういう極端な意見も別に笑ったりしないんですよ。例えば北朝鮮が核どこに撃つかっていうのを私考えたりしますから、別に第3次世界大戦だって言って騒いで、そうでなかったからといってね、そういう人を笑ったりはしないんですけれども、まあ、結果としては報復としてアメリカ軍基地にね、ミサイル攻撃をイランがやって、それで、まあ一応手打ちという形になったと思います。でこれに関しては実は会員さん宛てにねメールでかなり詳しく説明しまして、そもそも突然その、スレイマニ司令官を殺したように言って、まあ、アメリカ横暴だっていう人いるんですけれども、もうこの人は、2007年ぐらいから国連のそのもうテロリスト指定されててですね、でアメリカ軍曰く600人以上のアメリカ兵だとか、まあ、イラク兵、まあ、あとはアメリカの同盟国の人たち、それにその、まあ、シリアとかでもね虐殺とかをしているので、まあ、アメリカから、イランから見るとあれかもしれないけれども、英雄かもしれないけれども、アメリカから見たらもう まごうことなきテロリスト で年末にそのアメリカの、ね、イラク軍基地が、ごめんなさい、イラクにあるアメリカの基地が攻撃されて人が死んでるんですよね。でその前にももう10月から繰り返し攻撃されてて、まあイラクのアメリカ大使館を焼かれたりとかね、
していたので、まあ、その辺を言わないと、そのいきなりアメリカが殺したって英雄を殺したっていうのはちょっとね、誤解があるような気がするんですよね。で、ただそれ以上に驚いたのが、じゃあイランびっくり、イランがねやっぱり怒ったじゃないですか。怒ったんだけれども、その基地をねミサイル攻撃して、アメリカの兵士が80人死んだって言ったんですよね。でもこれはアメリカよりも早く発表したんで、みんなでこう突っ込んだんですよ。だってそんなことわかるわけないじゃんとかですね、その、まあ国内向けのアナウンスだねっていう話だったんですけれども、結局それでアメリカどうしたかっていうと、その人的被害はなかったと。で、反撃もしないって言ってですね、矛を収めたんですよね。これも本当にヤクザの手打ちと同じで、そのイランにしてみたらやられっぱなしで済む、ではメンツが立たないわけですよ。だからやっぱりなんていうんですかね、こうアメリカ組のね、事務所に銃弾打ち込んだりガラス割ったりして、返しって言うんですけれども、まあ、報復をしなければいけないわけです。でアメリカは、まあ、その返しに対して、それに返しをしたらまた向こうのメンツが立たなくなるからしないわけですよね。まるでそのヤクザの手打ちのような、感じでしたよね。ではっきりしたのが、そのアメリカもイランもそのエスカレーション、お互いにこう武力の衝突は望んでいない、戦争は望んでいないということです。で、こうなるとですよ、実はスレイマニさん、まあ、さっき言ったようにテロリストで、その結構恨み買ってたりするんですよね、シリアだとか、まあ、あとイランの国内でも、その11月に、ガソリン値上げのデモがあったときに、少なくとも300人、まあ、ロイターによると1500人ぐらい、そのイランの国民をね、殺したっていうふうに言われてるんですよ。まあ、これはロイターが言うことなので、西側の人がのメディアが言ってるので、信用できるのかって言われると、まあすいません、それは分かりません。ただ、一説には1500人、少なくとも300人ぐらいイランの人々がスレイマニ司令官によってやられてると。だから今回アメリカによってやられた時にも、ツイッターとかでね、そのイラン人はスレイマニが大嫌いみたいなハッシュタグがついてたりとか、必ずしもそのスレイマニ司令官は善人では、少なくとも善人ではないし、国内からも恨まれてたってことですね。で、安倍さんが6月にそのイランを訪問した時に、すかさずそのイランの革命防衛隊がタンカーを爆破したじゃないですか、日本のタンカー2隻ぐらい、まあ、大したことはなかったんですけれども、まあ、やっぱり、アメリカとイランにずっと対立してもらいたい人たちっていうのはいて、まあ、例えば中国もそうですし、アメリカ側で言えばイスラエルだとか、そのサウジアラビアはそうですよね。だからこうなんかイランとアメリカが仲良くしそうになると、必ず何か火種がまかれるわけですよ。で、この革命防衛隊とかスレイマニさんっていうのは、まあ、そういう人たちにとってはすごく都合が良かったんでしょうね、まあ、アメリカとの揉め事を拡大するのには。ところがこうなってくると、イラン側としてもね、ひょっとしたらスレイマニさんはちょっと邪魔に思えていた人がいたんじゃないのかなっていう気はしますね。でないとなかなかそうやってピンポイントでその爆殺するっていうのはね、難しいんで、まあ、この辺ちょっとね、会員さんには詳しく説明をしました。で、ただはっきりしてるのは、もうアメリカは中東からやっぱり足抜けしたいということ、それからイランもね、まあできれば制裁を解いてもらいたいんでしょう。なので、両国の、ね、歩み寄りっていうのはあるし、当然それに対する邪魔もこれまで通り入ります。まあ、それにつけても、なんで、
ゴーンさんはレバノンなんかに逃げちゃったのかとかですねあのレバノンってもう本当にそのイランのね、革命防衛隊とかそっちの勢力とイスラエルがもうぶつかっておかしくないで、まあ、ヒズボラとイスラエルがぶつかっておかしくないところなのになんでよりによってゴーンさんそんなとこ逃げちゃったのかみたいなんです。まあちょっとそういう小ネタも、会員さんには伝えてあります。先ほどリリースしたそのディープインサイドの、2020年1月号には詳しく書きましたので、もし興味のある方はあの会員になってねレポートを読んでいただければと思います。でまあ相場としてはあの本当に売る高値警戒感だとか、あるいはその漠然とした不安ですね。今回のその第3次世界大戦とかもそうですけれども、あの売りたくなる気持ちはすごくよくわかるんですよ。こんな高いところで落ちたらどこまで下がるかわかんない、2割ぐらい下がるんじゃないかってまあ思いますよね。ただこれは本当にねドットコムバブルの時と同じで、実はみんな割と下がったところで買いたい人多いんですよね。だから下がることなくじりじり上がっていく、それはやっぱりその根底にはイールドハンティングといって、そのアメリカに対してね、アメリカのその国債や社債の金利がプラスじゃないですか。それを求めてやっぱり世界から資金が集まっていて、そういうこう資金流入がアメリカの株あるいは不動産を支えているわけですよね。だから本当に売るっていうのは危険な状態で、しかもそのファングみたいな大型の情報通信株が主導してますから、ますますドットコムバブルにできたという状態ですね。まあここから先どこまで上がるのか、いつ終わるのかっていうのはさっぱりわからないんですけれども、でも弊社は一回経験していることなので、あの終わったサイン、終わりそうなサインっていうのはまあいくつか経験として知ってるわけです。なので本当に終わったなという時まではアメリカ株をロングしてですね、まあ、他のものをショートするという基本戦略を続けていいのではないかなというふうに思ってます。今年も頑張ってきます。以上です。